やっぱり40分間我慢して自分たちのバスケットをやれば勝てるっていう力はみんな証明できたと、そしてみんな分かってきたと思うので、そこの持続力だったり、やっぱりそこがすごく大事かな。40分間のこの我慢して自分たちのバスケットをして、信州が B1 で戦う、それがすごく僕は大事かなと思います。ここに来た意味を僕は体現だったり実行しなきゃいけないと思うので、一つでもこうチームの、ね、勝ちに貢献できるように、一つ一つのプレーを大切にして、オフェンスでもディフェンスでもチームを引っ張っていければなと思います。皆さんがいることでね、自分たちは力になりますし、やっぱりアリーナの、ね、会場が黄色に染まっていれば、本当自分たちはやる気がみなぎるというか、そこは本当に皆さんのおかげだと思います。諦めない姿だったり、そういうのを一人でも多くの人に見てもらって、そういう姿を見せれれば一番この選手としてまあいいかなと思います。今は本当に一試合一試合多くでも勝てるように、信州、それが今の僕の一つの、夢というか、それを目標としてます、ね。